田チャンネルということで、まあ、ある企画というかゲームをやっていこうと思うんですけど、まあね、ただ勝負してても楽しくないなってことで、まあ、私もね佐藤さんにいろいろとねこうやられることが多いんで、まあ袴田チャンネルだしちょっといたずらしちゃおうかなと思いまして、今日は企画でこういうあの気配切り目隠ししてどっちがこう気配でを感じてこう先に当てられるかみたいなゲームをやるんですけど、私は目隠しするんですけど取って必ず私が勝つみたいな、で佐藤さんがどうやっても勝てないっていうちょっといたずらをしてみようかなと思います。佐藤さん怒んないかな、ちょっとこれ心配なんですよね。だからあの一応勝負師じゃないですか。そうそうです。そこだけがちょっと心配なんですよ。はぁ、なんでなみたいな、そのネタバラシをした時にね、多分勝てないことはなんで勝てないんだってなると思うんですけど、はぁってなんないかだけちょっと心配なんですけど、まあ、そこは佐藤さんが優しいことを信じてちょっと大丈夫です、ずっと大丈夫です。どうしよう、ちょっとこれで隠れてお尻とかバーンとか叩いてみようかなみたいな。やりましょう、やりましょう。リアクション欲しいですよね。そうですね。ちょっと拗ねてほしくないですか。はい、そう、なんで勝てないんだよってなってほしいですよね。ということで、ドッキリというよりはいたずら動画、いたずら動画です。はい、はい、やってみましょう。もう一回企画説明多分佐藤さんとねやると思うんですけど、皆さんお付き合いください。こんにちは。こんにちは。さあ今日は袴田チャンネルの日ということで、はいはい、今日なんですか、なんかこんな棒あるんですか、棒みたいな。今日はですね、気配切り。なんですか気配切りって。あ、知らないですか。はい、あのこう目隠しして、うん、こう気配だけで相手を切るっていう。あ、見えない状態で。そうそうそう、こうやって、はい、でこう切るってやつ。はい、気配だけで、うん、で先に、うん、その切れたというか、うん、当たった方が勝ちっていう。ああ、面白そうだね。はい、まあ、あの袴田チャンネル自由なチャンネルなんで、うん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 、こういうちょっと遊びもしていこうかなと思います。あれ、ちょっとここで勝てなかったからこれ俺これも強いよ。棒持つの強いよ、本職よ。確かにそうですね、うん、確かに、うん、しかもアスリートですから、うん、あれですよね、もう反射神経。そらそう、まあ、キャッチャーじゃん。はい、盗塁とかも視野広く感じてるからね。そうですよね、見てなくても気配とか感じますね。ああ、そうそう、バッターのね、はい、それはいけるっしょ。いやでもいいんすか。私もね、運動神経はいい方なんですよ。ここじゃなくてここもいいんでしょ、こっちも。だってでも何も言えない。はい、ということでこれ今日は気配切り、あ、はい、勝っちゃおう。今日は勝つからね。おー、落ちてちょっとあんま強くやらないでください。いや、やらなくやるね。もう今私もお尻バーンってなったからね。気配切り、勝ちます。絶対に負けない。さあ、ということで勝負は3回勝負にしましょうか。じゃあ2戦先勝、はい、2回勝った方が勝ちで、はい、あ、オッケーオッケーオッケー、いいよ。じゃあ目隠し、はい、じゃあちょっと離れて目隠ししましょうか。1回、2回ぐらい回ります最初。あ、回るの。3回回ります。3回回りますか。はい、OK。で、スタートって言ってからスタートね。はい、ちゃんと。お、何も見えねえ。真っ暗。じゃあ私も目隠しして回ります。はい、3回ね、はい、はい、じゃあ回ってください。いや、これ結構回るの大変ですよね。いや、俺3回弱いから、ね、9回回るなっちゃう。あ、無理しない程度に、私もちょっと2回半ぐらいやりました。うん、OK。いきますか。うん、よーい、スタート。アセスタッフ。何やっとんねんて。あ、痛え。やった。痛え。痛え。やったー。今俺なんか当たったで。まあ、カメラです。
ってさ、当たったと思ってる今。2回戦、よーい、スタート。こう防いだらセーフだもんね。そうですよ、当たらなかったら剣で防げば大丈夫なんでしょ。体に当たらなかった。僕です。バスです。ほんまんと行った行った。佐藤さん声出せず、あー怖い。今俺後ろにいられたね。怖い。ここの味方だって。いや、そりゃ女の子の味方ですよ。だって、運ばれちゃってるんだよ、これは。持ち込みでしょ。持ち込み。どっちの味方だって。これで勝った方が勝ちね。オッケーオッケー、はい、絶対第1回気配切りを勝つからね。初代いいね。初代、俺初代いっぱい持ってるからね。初代 WBC 世界チャンピオン、はい、初のベストナインで、初代配球王、初代交流戦優勝、はい、で、初めての3位から日本一、はい、そんな感じか。でも結構持ってるからね。プロスピの、ああ、プロスピ、オビちゃん、初代チャンピオン、すごい。で、気配切りも初代チャンピオン、はい、もういいね。いいっすよ。いや、まだ引き分けですからね。私も初代を勝ち取りますよ。すぐ感覚使うの大変だから感覚。いや、そうですね。1回目簡単に勝ったと思ったらすぐ感覚使うんだからね。次は勝ちます。いよいよ、はい、ちょっともう回るのやめていい？ちょっと気分悪くなっちゃう。あ、いいです。じゃあ私も回らないでやります。はい、ここね、そこね、はい、はい、OK、 いきます。4戦目、よーい、スタート。
戦勝ちです。そうや、今だってここでって言ってここでやったじゃないですか、うん、もうこれ下げてすぐ私こっちに移動したんですよ。こうやってで絶対こっちにと思ったから前に進んでこうんですよ。もう作戦勝ち、作戦勝ち。だいぶだいぶだいぶ、あ、タイム入りました。回ってへんやん、やっぱり、はい、ルールちゃんと遂行してへんと思うね、やっぱり俺は。でもそもそも回りたくないって。いやいや、やっぱりあれ回らなあかんわ。あ、そういうことですね。ああ、そこ、うん、まあ、回ってないから方向感覚はしっかりしてたってことですね。手は分かってるから、そんな作戦取れるから、はい、今のはちょっと、どう審判、やっぱあかんな、やっぱルールいきなり変えたらあかんわ。集合審判集合です。でも勝ちは勝ちですよ。いや、ちょっとちょっと、ルールがやり直す。ほら、OK。 ちょっとやっぱ今回らなかったから、はい、やっぱそういう作戦取られるから、やっぱ回らなあかんっていうことをやってみて気づいた俺は。ただいまのプレーについて説明いたします。はい、里崎選手からの申し出により回ってないため組み直しを行います。オッケーオッケーオッケー。やっぱそうや、それは仕方ない。佐藤さんが回らなくていいって言ったじゃん。だからやっぱそれは問題あったからやり直し。そうじゃった、ああいうこと起きるの。それはやっぱり、それじゃやっぱつまんないよ。作戦を言ってしまったことがやっぱり問題です。あれ黙ってたら分かんなかった。張り切っちゃうから、ね、言っちゃったんですね。言っちゃったっす。次はパス、回るの、回るの、回ってからね。はい、オッケー、はい、オッケー。じゃあ回ってください。これきついな、回るの。オッケーですか。はい、第5戦目よーい、スタート。ちょっと待って、何見てんの。何見てんねんって、マスクしてなかったよ今。え、佐藤さん、なんでちょっとマスク開けてるんですか。いや、ちょっと貸してましたえ、そうなんですよ。ま、え、マスクしてない、はい、ずっと一回もマスクしてないです。最初から、はい、でも負けてるやん。そう一回、そう、だからマスクしないのに佐藤さん追いかけてくるから全力でなんでと思って。そうなんですよ。そうだからびっくりして、ださっきはもう早めに行かないとまた追いかけられると思って、もう早めにしようって打ったの。これちょっと立ちたいから、どんな感じか、まずか感じ見てみようと思ったら、目あったの。ということです。はい、実は、今回勝ちた、どうしても勝ちたいということで。もう私の、いたずら動画です、これは。いたずら動画ドッキリじゃなくて、はい、お、考えるね新しいの。そうっす。もうズルしてでも勝とうという企画です。いたずらして、佐藤さんをこう、いじろうみたいな。そうだ、企画なんですけど。あ、でもやられてるやん。一番予想外なんですよ。そうね、どうしたもんですかね、この目開けてて負けるっていう。そこだけは予想外でした。え、そこだけは計画になかったです。グルだ。いや、それはそれはそれはそうです。てってー、いたずらでもてってれーみたいな。でもなんか、いたずら動画、いたずら動画自信つくわ。だってそれでも俺、頑張ってやんな。すごかったです。まあでもね、でもちょっとじゃあ真剣にやる。真剣に。じゃあ、え、目隠ししてですか。うん、やってみようよ。もう絶対負けるじゃん、私。だこれは、来週はいの袴田チャンネルで、はい、ガチでやって、はい、で、どっちが本当に勝つかやろう。あ、そんな引き伸ばしちゃいます。うん、来週、もうだっていっぱい尺取ったから。そうですね、今、はい、本当はこれで1本だったけど、はい、そんなことするから収まらないから。じゃあガチでやるの来週しようよ。はい、じゃあ本当にこれはガチでやります。ガチで来週は。オッケーオッケー。さあ、先週は気配切りということでやりましたけど、はいはい、まあ、私のいたずら動画だったんで、まあ、いたずら動画だけど、はい、僕的には満足感しかないよ。すごいすごい。いや、私は悔しさしかないですよ。まあ、勝負は、まあ、いたずら動画なんで勝ちましたけど、ああね、目隠し私はしてない気配切りなのに私が、ね、一回負けるっていう。すー、あれは問題あるよ。いや、佐藤さんがすごすぎました。
したよ、あれは。だから俺は早くあの映像を見たいよ。どうな、俺はだって全く分かんないから、何がどう起きてんのかも分かんないし、だって真剣にやってたつもりだったから、はい、で、目と目が合っちゃって、おいみたいな感じになるけど、最後ね、佐藤さんも最後ずるしようとしましたからね。いやだから、見たい、まだ見てないからね、はい、めっちゃ逃げ回りました。皆さん見てない方はね、ぜひ先週も見てください、はい、ということで今回は真剣ね、本当に真剣にやります、はいはいはい、ちゃんと目隠しするんで、目隠ししてね、もう勝てる気しないで、3本勝負ね、で、2戦戦勝、はい、だって、見て負けたのに、うん、見ないで勝てますかそれはやってみないと分かんないよね。奇跡起きるかもしれない。見てない方がうまいかも分かんない、ね、そうですね、うん、OK、よし、頑張る、うん、で、ルールは一緒でいいですか。はい、あ、そうだ、あの、前回思ったんですけど、うん、佐藤さん、私見てたら、うん、もうめっちゃこうやってやってるんですよ、うん、でこれ、佐藤さん大きくて範囲広くなっちゃうんで、うん、あの、縦振りにしましょうなんでそんな俺にハンデばっかりだ。いや、私も縦振りですよ。俺は横振りでもいいんだけど、だって一の肩。いや、それで当たる率高いですもん。縦振りのみ。縦振りのみ。オッケー。じゃあ縦振りのみね。私も縦振りでちゃんとやる。まあまあいいでしょう。はい。うん、3戦2戦戦勝。はい。で縦振りのみで、はい、ルールは一緒ね。一緒。オッケー。体に当たったらアウトです。はい。剣、剣と剣ならセーフ。セーフ。オッケー。オッケーです。だからさっき剣に当たって体だとセーフ。セーフです。だからこうなってこうはセーフ。セーフセーフ。はい。陣地はそっちでいいですか。あ、いいよいいよ。じゃあそっちで。まあね、目隠ししてない人に勝てるんですから負けるわけないんですよね、交互期待、まあ、勝つしかない、てか勝てます余裕です。前回はふざけすぎましたね。これ多分目隠ししたら気配、こう意識が研ぎ澄まされて多分いけると思います。女の勘は強いからね。回りますか。ま、回ろうか。回りましょう、はい、じゃあ私もちょっと酔いやすいんで2周にします。うん、これも2周、はい。はい、あ、もう気持ち悪い。用意できましたか。 OK、 いきます。レディースタート。
こんにちは。何撮ってんすか、マジで。何撮ってんすか。ほら、見てるよ。遅延行為なんで遅延行為ってだって5分以上やで俺今5秒ぐらいでよしもう一回いいですか、はい、もう本当に最後の最後です最後の最後です、はい、よーいスタートに剣は当たらないで、はい、手だけが頭に当たりました。こうやってボンって。皆さんもう苦しいですもん本当に。じゃあさ新パンチ新パンチ。何回やるんですか。新パンチ。ただいまの勝負。ドロー。もうここは私が勝って終わらせてくれ。ルールです。次はもう抗議は受け付けないです。Okay. はい。よーい。スタート。アウトー勝者、里崎選手さっき絶対勝ってたのに
初代気配入りは里崎選手墓場チャンネル気配入り気配ちゃうよ、もう見えてる里崎チャンネルを来ました。どちらが里崎チャンネルに愛があるかどうかを測る、はい、愛があるか。でもまあ里崎チャンネルだからな。出るよ。それでじゃあ負けた方がじゃあ野球選手モノマネね。あ、野球選手モノマネでいいんですか。 やったことないやつね。よし、じゃあ行こう、はい、5問中らしいよ。はい、5問中ね、多い方が勝ち、はい、うん、記憶力とかにもよりますよね。まあでもまだ2年だからね。2年、結構長いですよ、はい、皆さんも一緒に考えてください。皆さんも一緒にお願いします。じゃあ第1問、里崎チャンネル再始動第2章が始まった日にちは何年の何月何日ですか、うん、そういうやつ、そういうの、そういうやつ、そういうやつ、ちょっと待ってください、わかりますよね。いや、おらんかったよ、はい、おらんかったよその時はいないですけど、もちろん僕は知ってます。それは投稿日ってこと、最初の投稿日です。いやどうなんやろな、これにしとこうか。この辺だと思うんですよね。これにしとこう。はい、いきます。せーの、じゃん。8月8日。8月14。正解は2019年8月7日です。近い、近いってことで、俺は7か14やと思ったの。え、本当ですか。そう、だから7か14にしたの。私8月の序盤だったなと思ったんですよ。だからなんか末広がりのいい日にちだったかなと思ったのが、惜しい、ね、でも月はね、月は分かってるからね。分かってます、はい、2019年のね、8月っていう、まあまあ惜しかったですね、うん、惜しかった、はい、第2問、こちらのサムネイルを見て、うん、動画のタイトルを書きなさい、うん、いや待って、なんだっけこれ。シンプルです。すごいシンプルだったと思う。かー、もうこれくらいしか分からんな。なんかこんなんだった気がするんだけどな。はい、できました、うん、オッケー、はい、せーの、じゃん。劇者白昼不倫か。文春法について説明します。答えは、はい、里崎チャンネルの熱愛報道についてです。ああ、これは両方ダメです。熱愛報道っていうワードが入ってればちょっと考えます。シンプル。シンプルでしたね。文春法とか入った気がしたのにな。次、第3問目です。はい、もう見てくれてる視聴者さん、うん、はい、里崎チャンネルの登録者数は現在何人でしょうか。今ね。今、Now これ絶対佐藤さんの方がチェックするじゃん。え、逆にチェック、そんなことないよ、はい、逆にチェックしてないの。え、あの、近い方が勝ちにします、今回は、うん、今現在ね。そうです、絶対佐藤さん朝とかチェックしてそうだもんな。これにしようか。 OK、 はい、はい、せーの、46万7000。あ、一緒。俺6か7で迷ったんだよね。いや、最後、最初なんか4ぐらいかなと思ったんですけど、もうちょっと増えてるかなと思って。正解は46万4400。うわ、4に急げばよかった。言ってないの。言ってません。46万4000人です。なんかちょっと前に見た時に4ぐらいだった気がしたんですよ。じゃあ第4問、里崎チャンネルあまりコラボをしないんですが、うん、直近でコラボした相手は板野友美さんです、うん、はい、その前にコラボしたお相手さんはどこのチャンネルでしょう。コラボ、コラボしてます。どこまで板野さんの前でしょ。板野さんの前で、相手の動画にも出てるってこと。相手の動画にも出ております。あ、ってことは私が出てないやつだ。袴間さんは出ておりません。え、これがヒントです。私にでも袴間さんも知っております。やってたことは知ってる。知っております。じゃあこれにしよう。ええー。私はもう書きました。早くない。いや、思いつくのが、ポンと思いつくのがこれだ、この方だったので。いや、もうこれしか思いつかんわ、逆に。はい、せーの、那須さん。
違います。いや、そう、俺違うと思ってたんだけど、私ももう那須さんしか思い出せなかった。ちょっと待って、当てたい。え、ラーメンじゃないよね。ラーメンではありませんね。もう僕このチャンネル出てないもんね。出てないですもんね、うん、それはじゃあどういう業界の方ですか。どういう業界、なんか会社、野球に関することをこちらのチャンネルでも向こうのチャンネルでも。ああ、なんだろう、なんかデータスタジアム。正解です。あ、そういうこと。あ、データスタジアムね。そういうことか。ああ、難しいな。なんと次が最後になります。4問中まだ0問ということで、はい。次は当てたいですね。もうサドンですね。はい、はい、じゃあ次の問題、さぞだきチャンネルで、再生回数100万回再生以上されている動画が7つあります、最近100万回再生された動画は何でしょう。最近されたってこと。最近されました。最近達成されました。じゃあ一番、じゃあその7問中7回中一番遅くってことでしょ。一番遅くです。わかんない。難しい。ちなみに再生回数として100万回再生の6番目が、懐事情、お金の回数ですね。でその前が、嫌いな球場を合わせる。そうそうそう。じゃあタバコでしょ。1位が。1軍と2軍の違いでしょ。へえ。これしか思いつかんな。私ももう思いつくのがこれぐらいしかないです。これしか分かんない。逆に出てこない。ちょっと待ってください。何撮ったっけ今まで。ここ、多いって。ここで撮りました。分かんない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 。ノーヒント。あ、これちなみに、あ、じゃあ撮影した日だけ、はいはい、お願いします、はい、撮影したのが、あ、撮影して公開したのが2019年の12月29日です、あ、その辺だって思ってます。いや、わかんない。あ、関係ある。ん、この時期と関係が。それ大ヒットだよ。あるの。ちょっとタイトルとかも合ってるかわかんないですけど、こんな感じにしよう、はい、せーの。契約更改のなんか交渉術的な。飲酒、酒のどんだけ飲むかみたいな。残念です。何、答えは優勝旅行の動画です。優勝旅行なぜ行かないのかとか。はい、そうです。だって12月25日とかもう優勝旅行終わってるやん。一応も当てられないですね。いや、当てれた逆にみんなさん。本当ですよね。やっぱ一番当てれたのはやっぱ公開初日やな。そうですね、じゃあ最後の問題ですね。最後の問題ね。はい、どうぞ。ラスト、もうこれで決着がつく問題ですね。こちら難しいやつにしたいですね。そうですね。佐々木さんの2005年のプレーオフ、感動の瞬間の裏話という動画を出してるんですが、出したね。これがいつ公開されたでしょうかという問題です。ほう、こちらが日付書いて近かった方が勝ち、なんかすごい感動した覚えはあるんですよね。何月や。はい、だ、書きました。ここかな。よし、わかんない、なんか大体このぐらいだろうっていうのですもん。これにしよう。 OK、 はい、近い方が勝ちね。はい、せーの、じゃん。2020年3月10日。2020年9月28日答えは、2020年、何日19日です。19 だとどっちも、はい、もう何月4月です。イエーイ。なんかプレオフの時期に出そうよということで、佐々木の勝ちです。ではモノマネやります。誰か当ててください。
感じで。ちょっと、あー、似てる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 、ちょっとこれも使いますか、似てる、そういう感じや。そうですね、いや、なんかこっからこう出すなってイメージだったんです。いや、これはもう中村のりさんだから。じゃあ、モノマネやります。今日は楽しい企画ですね、はい、もう私たちに何のリスクもない、うん、今日は企画です。しかも今思いついてね、そうよしやろうっていうノリでなりました。そう、はい、いつもはね、うん、俺らばっかりいろんなことをやって、うん、まあ俺は勝ってっからいいけど、いや、まあ、袴田さんはもう連戦連敗中だから。本当ですよ、もうどんだけ罰ゲームさせられてることかね。えその中でよ、はい、やっぱここまでやってきて、うん、ファンの人もまあ袴田さんに厳しい意見あるじゃん。はい、その中でよ、うん、え、じゃあファンの人たち、俺と袴田さんのことをもうそろそろ2年になるのに、はい、え、知ってますよねっていう、知ってくれてますよねっていう。そうですよね、まあ、それと、まあ、私たちのことをいつもこう楽しんでるだけじゃないですか、うん、私たちのこのスタッフって、うんうんうん、だからスタッフもさ、うん、付き合い長いじゃん、うん、だから俺らのことももちろん知ってるよなっていうね。そうです、そうです。っていうところで、え、知ってるやろ、うん、もちろんです。俺らのこと、はい、詳しいやろ。あ、そうです。結構一緒にいる時間多いもんね。はい、うん、はい、じゃあということでよ、はい、今回の企画はこちらです。スタッフが俺と袴田さんのことどれだけ知ってるかクイズ。で、少なく答えた方が罰ゲーム、うん、はい。だ、罰ゲームは何しようかな。これね、さっき考えてたんですけど、うん、私この間散々ミュージカルやったじゃないですか、うん、私と佐藤さんを褒めたたえるミュージカルしてもらうってどうですか。お、いいで、いいで、ちょっと面白くないですか、うん、じゃあそれだね。あとはファンの皆さんも一緒に考えてほしいですね。そうですね、全部で10問です。はい、はい、どちらが多く正解するのかっていうところでね、やっていきたいと思いますけども、はい、ここから席替えタイム、イエーイ。さあ、ということで、はい、分かってる。え、楽勝っすよ、もちろんですな。はい、だから、じゃあ練習10問出すから、はい、10問正解したら俺らが罰ゲームしようよ。あ、いいですね、うん、10問正解したら。ちょっと待ってください、10問出してパーフェクトってことですか。はい、うん、2人は、うん、いや、でも絶対に考えれば分かる問題出す。そうそう、そんなもん、もう難しい。じゃあ、うん、話したことある問題出す、うん、じゃあ、バチコイですよね。第1問、じゃあ、小川さんどうぞ。じゃあ、もう簡単なところからいきます。私の出身地は静岡県の何市でしょう。これは簡単や、うん、え、知らんな。これは簡単やろ。何回も言ってますね。待って、これ待って、静岡知ってるよな。静岡が日本ってこと知ってる。それは知ってます。あ、そう、知ってた。静岡高校なのも知ってます。知ってます、そこも知ってます。静岡高校って何市にあるのって話ですよね。静岡の市、そんな頻度なさなくていい。市自体一つしか知らない。当たり前のことやろ。超簡単問題で、ね、そうでしょ、マジで、はい、できました。はい、せーの、じゃあ静岡市。静岡市正解。よーしょー、むしろここしか知らない。ごめんなさい。浜松が書いてくれるかなって出てこんかった、浜松が。あ、言われている。出てくるわけないんだ。静岡市しか出てくる。そうです。他の市が分かんないの。分かんなかったです。なるほど、まあ1問目ですから、はい、はい、楽勝っすね。じゃあ2問目、はい、里崎智也、プロ野球、現役生活、何年でしょうか。はい、お願いします。袴田さん正解言ったんで16年、違います。正解は袴田さん、イエーイ。10年や。ちなみに何年から何年ですか。99年から2014年で、はい、なんであんだけドラフトのことやってんのになんで分かれへんの。もう終わりました。しかもお前だってドラフトのやつとか外国人のやつとか、はい、あ、まあ2000年以降でもいいけど、俺は99年から入団だから、いつも99年からスタートしてるやん。そうだったな。6年はないよ、ごめんなさい。はい、じゃあ第3問、はい、私の血液型は何でしょう。これは簡単、すいません、ありがとうございます。こんなサービス問題いいんですか。そんなサービス問題だって4分の1やで。いや、そうです、そうです。え、でも本当にちゃんと分かってるよねっていうのを知りたい。そんなん楽勝っすよ。これ何回も喋った、何回も喋ったんです、これ、ごめんなさい。
せーの、 A 型。そうだよな、 A 型です。はい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 、ありがとうございます。ありがとうございます。そらそうですよ、こんな簡単簡単。まあね、A かもって言われるんですよね。そうだよな、 A なんですよ。その話して実は A だったんだよって話を僕しました。はい、ありがとうございます。これはやばい、あざす。これはやばい、あざす。じゃあ第4問、はい、里崎の一番好きなお昼ご飯は。お昼ご飯、はい、楽勝。なんだよ、一番好きなお昼ご飯、バルマンだよ、お昼。早く早く、まだ。お昼ご飯簡単じゃん、そんな。せーの、じゃん、鍋焼きうどん。いや、うどん、鍋焼きじゃない、うどん。でも、それとんだんでこれですもんね、サツさん。いや、違いますよ、サツさんは違いますよ、この、この正解は、うどん。はい、正解、はいはいはい。まあ、それもまあ正解だね。いいですか、せーの、うどんって言ってた。大体お前、うどんしか言ってんじゃないか。そう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 、鶴飛んだんじゃん。じゃあ鍋焼きうどんアウトっすよ。そんな食うてへんし。でも俺うどんは食べへんからな、いろんなうどん食べへんから。平等に。そうですね、よし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 。今え3対2、3対2、問題まで。第5問、袴田綾江の綾江を漢字で書きなさい。袴田から書いてもらった方がいいかな。あ、そうしましょうか。じゃあ袴田綾江フルネームでお願いします。名前フルネームじゃん。はい、確かに。まあ、それももう一度ごめんなさい、間違えちゃったんでね。僕は分かります。めっちゃ手震えてるっす。緊張して。俺自信ないわ。嘘でしょ。めちゃくちゃ申し訳ないですけど自信ない。俺書く機会ないっすもん。でもテロップいつも出してるよね、頭に。そう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 、よく見とけば分かるやつ。そうそうそう、書かなかった。めちゃくちゃ目にしてますよ、うん、見とけば分かるやつ、触ってないから。もちろんです、もちろんですよ。せーの、2人とも正解。よっしゃー、あぶねー、あぶねー。よかった。いや、袴田の袴っていう字を点でしょ、ね、念にしちゃう人いる、締め切りにしちゃう人いるから。念にしてなかった。してない、してない、2本ありました。あと、あやえの絵はアウという字です。はい、じゃあ第6問、里崎智也の戸籍上の漢字をフルネーム。もちろんです、もちろんです。それ知らん。戸籍上の、逆に知ってたら怖いで。戸籍まで知っとんかってなるでな。これは付き合い長い。なんで俺の付き合いより長かったか分からなかった。なんで知ってるの逆に。なんで、あ、逆になんで知らんの。僕、記憶が蘇ってきました。あの自信だった目見て。名字だけでいいですよね。いやだから名前もだよ。フルネームだから。せーの、じゃん、正解。そう、大じゃないんだよ。立つなんですね。そうそう、先ほど俺も二十歳になるまで知らなかったけど。そうなんですか。じゃあ続いて7問目。7問目、あ、盛り返し地点来たよ。じゃあちょっと、ここからはちょっと難しくなって、ちょっと考える問題にしようかな。では第7問、はい、私が好きな言葉は何でしょう。めっちゃ簡単じゃないですか、うん、めっちゃ簡単っすね。やばい、簡単。せーの、はい、一期一会。正解。ありがとうございます。正解、佐藤さんと一緒に。俺は頑張ってしまう。では第8問、じゃじゃん、はい、第8問、里崎チャンネルで里崎がポロシャツじゃない着るもので一番多いものは何。ついてあの、あれですか、詳しく書かなかった。詳しくは書かなくていいですか。だいたいあれですよねって感じです。いや、あれですよ、今日もヤフーニュース載ってました。でか、はい、せーの、じゃあゴルフウェア、フード付きの長袖。残念、T シャツやろお前。え、こっちも長ない。ゴルフウェアの、ゴルフウェアもあるな。俺青のあのゴルフウェアの、俺総チェックとかほぼ T シャツやん、家でやるとき。そうだ、あ、そっちのことか。そっちか、浜田さん何やと思いました。私普通にシャツだと思った。
なんかワイシャツとかワイシャツとかだと思ってた。ワイシャツはないですね。ワイシャツは佐々木チャンネルでありますか。コラボとかにした時にシャツ着るじゃないですか。あそっちかと思ってた。第9問はい、私は結構いろんな習い事を今までしてきたんですが、2番目に長く続けたお稽古は何でしょうか。2番目に長く続いた稽古、じゃあ1番は何なんですか。つい言わないです。これは何でしょう。もう俺分かる。分かりました。どっちかの一つだけど、俺はこっちだかと思う。大体なんか、まあ、私ね、あの結構いろいろやってたんですけど。そうですよね。でも、まあ、主なものってね、3つぐらいなんです。これちなみに普段一緒にいるときに話ってしてますか。まあでも出たことは絶対あると思う。はい、せーの。バイオリン。バレエ。正解はバイオリンです。よっしゃー、よっしゃー。ちなみに、はい、一番長くやったのはミュージカルです。そうですよね。ちなみにバレエってやってます。バレエはやってたんですけど、あの3歳から小学校4年生ぐらいまで、4年生から長いですね。俺だってバイオリンかミュージカルで、多分バイオリンの方が2番目ちゃうかって俺も思った。ミュージカルのしてる方が長いので。7対5、はい、買っちゃいました。買っちゃいました。あ、最初の問題って3点。逆転チャンス。ちょっと待て、ちょっと待て。よし、最後の問題3ポイント。3ポイントこの問題より。 OK、 いくよ。はい、お願いします。里崎智也が日本47都道府県でまだ行ったことないところ。これ話したな前。これ前話したぞ。いつしたんだっけ。なんかセカンドチャンネルのランチ動画とかでした気がするんだよな。これすべてかけよう。すべて、はい。あ、ちなみに何件あるかって言います。あと4つです。だから全部正解したら4ポイント。しかし4つのうち間違った答えを書いた場合はマイナス1ポイント。おお、面白い。面白いです、それ。素晴らしい。ありがとうございます。もう僕が書けるだけ書かないといけないって感じですね。いや、書かないのはもうマイナスだからで。4つは絶対書かなきゃいけない。あ、4つは絶対書かないといけないです。そうそうそう。あ、素晴らしい。ありがとうございます。で、書いたのやつ。あ ?4 つ書いた。まだ書いてない。書いた。4つは絶対書かないといけない。出てこない。全部間違ってたらマイナス4ポイントだからね。そう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 。ガチで出ても僕はちょっと自信あるのは2つあるので。おー、じゃあそれでは2勝2勝だから0ポイントだね。おー、そしたらマイナス4ポイントって逆転だ。行ったことなさそうなところを書いてみればいい。はい、もう目が、自信ない時とある時がすぐ分かるんだよ。マスコしてる。全然自信ないですよ。本当に分かんないです、この問題だけは。分かるやろ、話聞いてたら俺の。いや、私ね、一箇所しか出てこない。まだ最近行った届けやったかけるんですけどね。通ったとかじゃないからね。そこでちゃんと降りて、降り立って何かをする、何かをしたっていう、道で通ったとか、はい、電車に乗って通ったとか、そういうのもダメだからね。意外なところが引っ張ってる気がするんだよな。そう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 。なあ、あったよな。いや、出てたね今。そうそう、持っていいやろ。僕、1個だけ多分近いところがあると思う。近いところ、意外と近いところでどういう意味。隣の。あ、と、そうです、都内から近いんですけど、えぇ、っていう話を多分したと思う。出て行ったで、ここまで。え、都内そんな話したっけ。いや、から近いと思う。え、案外、外を言いがちやけど。あれやろ、わからんから騙そうとしてる。そうですよね、そうですよね。そういう探せ、そういう探せ。4つ続けました。はい、はい、じゃあ確かに、今2ポイント差なんだよね。そうです、7です。7、5? はい、はい、じゃあ、出してください。せーの、じゃん。佐賀県、青森県、新潟県、栃木県。はい、富山県、石川県、新潟県、山口県。石川は絶対ない。はい、嘘だけ言っとく。金沢のお寿司の話した。はい、そこは俺は覚えてます。金沢の駅前のお寿司屋さんの話しました。回転寿司が美味しいんですよ。しましたね。しました。どこが一番自信あるの。この富山と石川です。自信ある。はい、じゃあ僕は佐賀と新潟は自信ある、はい、いや、佐賀は行ってたやろ。なんで。え、でも佐賀って野球教室多いんよ。そうそうそう、え、なんか、ね、なんか多いんよ、野球教室。セーブ発表しようか。はいはい、一個ずつ言ってもらっていいですか。一個ずつね。はい、私は、ね、青森だと思ってます。まず一つ目、はい、島根。
あ、そっち行ったことない。山口じゃないのか。しまねえ。山口行ったところからまだ分かんないんですよ。よくなってそうですね。はい、続いて、はい、山形。あ、山形言ってた。山形だ。山形だ。そうだ、今マイナス2ポイントずつ。マイナス2ポイント。山形だ。さあ続いて、はい、青森。おお、1ポイント。うっ、もう勝ちやん俺。そして佐賀県。ほら見てみー。ほら見てみー。はい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 。はい、見てください。皆さん見てください。2つ合わせますよ。はいはい、これですよ。これあたす。なんでよ、まず、石川富山は北陸シリーズで行ってるから。あ、そうなんですよ。富山が野球ある知ってたんで、うん、富山アルペンスタジアムとね、はい、石川。そうなんです。で、新潟はバードオフでオールスターに行ってるからね。あ、そうだそうだそうだ。で、山口はオープン戦と野球教室で萩、うん、はい、行ってますね。だって俺試合に行った時山口行ってほぼ食ったもん。石川のあれですよね、駅前の寿司屋の話しましたよね。金沢、そんな話したっけ。そんな話してないですよね。金沢駅の前に寿司屋があるって話した。そうなんだ。で、栃木で、栃木なんて行ってるに決まってるやろ。そもそも、どんだけ観光地あるの。日光とか。めちゃめちゃ悔しいですね。いや、簡単だよ。7対1。1? マイナス4ポイント。じゃあ、罰ゲームやな。はい、あざっす。あざっす。すげえ、めっちゃなんだ、俺らのこと。ああ。まあ、すいませんでした。勉強しときよ。じゃあ、やって。じゃあ、ミュージカル。ミュージカルで。え、一発ギャグの方がいいんですけど。ミュージカル一発ギャグにしよう。一発ギャグにしちゃいます？うん、それでもいい。俺ら笑わなかった？笑うまで。笑うまで。ちょっと待ってくださいね。じゃあ、一発ギャグ。マツケンサンバ。おーれー。オレドゥ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 、オレ線グラフ。あなにすごい我慢してるのに、すぐ笑うじゃん。すぐ笑うじゃん。マジできつい。きついよ、おもりもが。やり返しますから。じゃっ。かぶった。こんにちは。こんにちは。はい、今日は今日は袴田チャンネルということで、まあ、木曜日だからね、はいはい、いや袴田チャンネルなんですけど、うん、今日の企画の発案は佐藤さんです。いいです、いいです、楽しくやる。そう、この木曜日はね、はい、袴田チャンネルとして楽しくお伝えしていくってところなんで、はい、野球以外のこともやっていくってことで。そうそうそう。いや、その私はすごく今日は心配。何ですか。もうやりたくない。何ですか。今日はですね、はい、一般常識問題。だから俺も何が出るか分かんないんだよ。あっちから勝手に質問来るから。はい、いや佐藤さんはまだいいじゃないですか。ん、いや、もうスポーツだけやってたからって言い訳できるじゃないですか。でも一般常識だから、やっぱりスポーツやってたらそんなことも知らないんだね、やっぱりって思われたくないじゃん。じゃ、私なんてアナウンサーやってたのにそんなことも知らないのって言われるんですよ。うん、みんなんか世間はアナウンサーは何でも知ってる、もう時事も何でも知ってるって思いがちなんですよ。うんうん、全然知らないんだ私、本当にやばい。言い訳早い。やばい。で、今日は今日はね、その常識問題を10問出します、はい、で、どっちが正解が多いか、で、負けた方が罰ゲームです。はい、はい、わかりました、はい、視聴者の皆さんもぜひ一緒に考えてください。はい、袴田っていう字が違いますね。全然違うやん。違います。衣編です。ここ間違います。OK、うん、いいですか。うん、いいよ。準備できてますか。できてるよ。じゃあ第1問。はい、ピピン。ドライアイスは何が固まったもの。いきなり難しいな、難しいよ。難しいですか。いきなり。なんで。まあまあまあ、OK、OK、分かった。はい、ドライアイス。はい、ちょっと待って。いわかった、うん、多分これだと思う。え、ちょっと待って、もう、え、待って、漢字もわかんなくなった。まあいいや、もういいや、もういい、はい、せーの、じゃん。何？二酸化炭素。水蒸気。正解。イエーイ。
ね、水蒸気ってどういうこと？水やろ。分からないと思い込んでるからもう答えは何も出てこない。やっぱりああやっぱお嬢様やからな。わかんないとか言ってきながら分かってるじゃないですか。いいですか？いや、はい、確固たる自信はなかったね。ですか。第2問、はい、できる、私はできる。うん、三大栄養素とは。もうね、名前もこれもやだ。三大栄養素ね。栄養素、うん、はい、三大栄養素なんて。ねえ、本当に私バカがバレる。これヒントないですか？ヒントなんてない。多分俺これ分かんない。またでもあと1個出てこない、あと1個出てこないの。ちょっと待って、俺もちょっと自信ないな。3つはもうダメだ。何かとあと1つだったら分かるから、3つは自信ないな。ダメだ。いい OK ですか、うん、1個も終わってないかもしれない、うん、せーの、じゃん。俺は糖質、タンパク質、ビタミン。ビタミン、酵素、酸素。酸素ってないやろ。酸素、栄養ちゃうやん。いや、一番必要じゃないですか、酸素は。まあそうだけど、正解はタンパク質、炭水化物、脂肪です。両方とも、だからブブーです。あ、そういうこと。はい。でも俺近いよ。欲しいっす。惜しいよ。一つ入ってるんだよ。でもあれです、糖質と脂質よく似てるやんな。いや、違う、全然違う。酸素はちょっと、酸素と酵素ってないじゃん。栄養素って言ってるから酵素とか酸素にしたのに。いきます。もうお父さんとお母さん泣いてる。いや、もうどうしようこれ。第3問、はい、で日本の初代総理大臣は誰。こちら漢字で書いてください。はい、これは楽勝。これは楽勝だ。これは楽勝だ。はい、大丈夫。これは大丈夫。これはひらがな認めません。はい、こういうのが欲しいですね。そうですか、ね、はい、はい、せーの、じゃん。伊藤博文。正解は佐藤さん。正解です。イエーイ。博文の正解を忘れてた。そういうことですよ。そういうことですよ。そんなに簡単にがないですから。天よ、天よ、天が大事なんですよ。天よ、博文さん、天よ。変よ。待って、私一応あれですよ、高校偏差値72の学校にちゃんと試験受けて受かってるんですからね。うん、俺も野球偏差値80の。ディディン。名曲「荒城の月」の作曲者は誰。いや、もうそういうのやだ、もう無理。名曲ですよね、荒城の月。名曲、名曲、名曲ですもんね。浜田さん前寄りされてましたし、知ってますよね。バイオリンで工場の月はね、弾かないんですよ。ちょっと待って、なんでこんな出てこないんだろう、名前。ひらがなでもこれは OK です。いや、もうね、全然出てこない。ちょっと待って。分かんないけど、俺は言っとくけど、全部正解かどうか疑問の中やってるから。もう、私絶対違うんですけど、うん、もういいです、はい、せーの、滝蓮太郎。あー、合ってるかも。久石譲。正解。なんで出てこないんだ、私滝蓮太郎。合ってるよ、もう言われたら分かったよ。逆によ、逆に、はい、滝蓮太郎だけ知ってる。だからどれ言っても滝蓮太郎ちゃうかって思っちゃう。もう私、久石譲が好きだからそれしか出てこなかった。もうダメだこれ。半分だよ、追いつけないじゃん、私。まだいける、まだいける。5問、もうちょっと得意分野出してくださいよ。いきます。はい、5問目。はい、でてん。大気中で最も軽い気体は何。もうそういうのやめませんか、もう。これ簡単です。軽い、軽いです。もう分かんない、覚えてない、何にも。せーの、水素。正解は、正解。イエーイ。高松さん、一般常識。これってでも知らなくても生きていける一般常識しか出してなくないですか。うん、まあね、はい、答えてから言ってね。俺があと1問正解したらもう俺の勝ちで、私があと5問連続正解すれば、そう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 、まあまあ、で間違えればいいんですよね。うん、うん、そう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 。だから俺もリーチだね、リーチ。リーチですね。うん、リーチ。あと1回で勝つ。次間違えないと面白くないですよ。いや、面白くないとかしないから、これ。でも、はい、そうなんだよ。俺だって5問中4問正解だから、ね。すごいですね。うん、私全然知らないんですけど。うん、はい。じゃあ次は簡単にいきますね。
でで電圧イコール電流かける抵抗、この方程式は何の法則でしょうか。もうこれ中学生の時やりましたね。え、もう一回。電流かける抵抗イコール電圧、何の法則かでしょう。何の法則。はい、あもうちょっと出てこない。言ってきた。まあ、俺何回も言ってるけど正解かどうか分かんないけど出てきてる。工業高校が進学校に勝つよ。せーの、アルキメデスの法則。それは違います。カデリオ。正解はオームの法則。オームの法則だ。アルキメデスじゃなかった。違う。アルキメデスの法則じゃない。なんか僕ない。全然違う。俺ひょっとしたら正解ちゃうかと思っちゃった。この問題で袴川さんが正解できなかった時点で俺の勝ちです。そうですね、うん、これはちょっと社会科的なのにして。じゃあ社会科いきます。じゃあ、うん、はい、いきます。いやでも社会科も分かんないですよ。世界で最も面積が小さい国はどこ。あ、分かった。せーの、バチカン市国。スバル。正解はバチカン市国。やったー。やったスバル小っちゃくない。スバルももう海面が上がってなくなるかもしれないって言われてる国。へー、国なんですか。うん、ロシアの通貨の単位は何。日本だったら円ですよね。ちょっと待って、ちょっと待って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 、これは上がるでしょう。ロシア。はい、佐藤さん早かったです。多分これやと思う俺は。せーの、ペソ。ルーブル。正解。イエーイ。ということで、第1回常識をテストは佐藤の勝利。やばい。ペソはフィリピンです。どこでしたっけ。フィリピンでしたっけ。やべ、もうこれでクイズ番組なんて出られないじゃないですか。いや逆に面白い。逆にオファー来る。逆にいい宣伝。持ってきて、あれ。やだ。はい、はい、浜さん、じゃあこれ、ビリビリです。あー、これ本当にやだ。あれ、行かない。もっと押さないと、ギュッと。行かないな。そうなの。あれ、行かない、本当に行かない。あー。こんにちは。こんにちは。テンション低くない。袴田チャンネルですけど、もうこれはやだ。本当にやだ。第2回常識クイズ。袴田さん、袴田チャンネルよ。はい、やだ。テンション上げていこうよ。イエーイ。だって誰でも分かるような問題しか出てこないから大丈夫。分かんないもん。反響良かったですか。反響ですか、はい、悪い反響は良かったです。両親から家族のグループラインで、はい、あの父と母は泣いています。で私も、うん、だよね、全然分かんなかった、わらみたいな返したんですよ。そしたら返事返ってこなかった。知事とは泣いていますみたいな。はい。丸とかもなく。絵文字とかもなく。なく。文だけ。思いで。その発言は。もうだからよ。はい。袴田さん、これはもう俺が現役時代からいつもやったことなんだけど、はい、調子が悪い時とかできない時っていうのは、同じことを成功するまでやらないと自信つかないじゃん。そうですね。だからこの2回目をやって。真の力を見せるためにはやらなきゃいけないんだよ。ただね、本当に前回思ったのは、勉強したことが何もこう残ってないなって思いました。でもやっぱあれかな、新しいこといっぱい詰めてるから昔覚えたこと忘れちゃってるのかな。うん、まあ俺は忘れてなかったことの方が多かったけどね。うん、だからまあ今回はいけるっしょ。あの、社会多めにしてもらえますか。社会何。この間ちょっと理解折りだったんですよ。そんなことないでしょ。ちょっと平等ですよ。平等。ちょっと理系寄りじゃなかったですか。全然。私は社会は自信があるんですね。あの理系寄りは、うん、だから今日はね、はい、今日のテーマは、ね、はい、お父さんとお母さんを笑わせようっていう、はい、いい意味でね。そうですね。
あ、よかったって思わせたい。そうそうそう、ホッとさせるためにね、はい、やりましょう。はい、そうします。だから10問ね、はい、10問で多い方が勝ちです。いやでもなんかもう自分の中に知識っていう知識がないんだよな。大丈夫ですか？心の準備は。うーん、もうやだ。はいはい、いきます。第1問、じゃじゃん。ドイツの物理学者で放射線を発見し第1回ノーベル物理学賞に輝いたのは誰？放射線だよね。ノーベル物理学賞に輝いた人です。はい、そうそう、早いですね。常識やんだって。おあれ、これ答え私今日1回なんかどっかで発しました。放射線だよね。一切お答えしません。待って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 、これ以上言うと、はい、これ正解。正解。正解。罰金の対象になります。私今日これ言ってない。これ私のあのちょっと家と関係ある。坂本さん、聞きすぎ。一問目からもうその何、そのなんていうの。スパッと、このスパッと分かるでしょ、こんなの。秒で分かる。秒で分かるでしょ。1問目です。え、秒で分かる、はい、ちょっと簡単すぎたかなと思って。え、嘘。え、超簡単でしょ。せーの、いいんですか、はい、いいですか、せーの、レントゲン。正解。おお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 人の名前かな、これって言ってたじゃん。もう半分不正解よ。だったよね。言い過ぎっす。よかった。一問正解。前回めっちゃ苦労した一問。高松さん、はい、今のストーリーが、はい、お父さんとお母さん泣いてます。もう泣いてます。もう泣いてます。はい、いいですか、はい、第2問、デビュー。炭水化物は炭素と水素と何の化合物？お答えください。待って、私前回本当に全部フィーリングで書いたから今回考える、ちゃんと。炭水化物は、炭素と水素と、はい、あと何ですか？炭素と水素と、待って、炭水化物ってでんぷんとかってことだよね。また？今ね、すごい、あの、待って、ちょっと時間ください。ちょっと時間、わかった？うん、だから書いてますもん。高松さん、前回の時から言うけど、俺は当たってるかどうかは知らないけど、これちゃうかと思って書いてるだけ。待って、この間もね、考えないで書いたの、もうポンって。今日は、あの、父と母を泣かせないために考えるの。うん、ちょっと待って。クイズ番組そんなに時間ないよ。回答する。もうアウトですよ、ね。待って、今ね、二択で迷ってんの。すっごい二択で迷ってんの。はぁ、どうしよう。いいですか？オッケー。はい。せーの、酸素。酵素か酸素か迷ったからちょっと2個書いた。ダメだよ、もう酵素だよね。酵素。正解。イエーイ。ちょ、なんか私、え、酵素ってなんだっけ？酵素ってなんだっけ？はい。酸素って、待って、うん、待って、これ早くな、答えるの。早いです。え、これ本当に知ってます？何が？そのもう本当にすぐ酸素って出てきたんですか？炭水化物、炭水化物だから、はい、あの炭素と水素で、蚊は俺酸化ちゃうかと思って、で酸化するのは酸素が必要だから俺は酸素ちゃうかと思った。なるほど、うん。私もなんかこう、炭水化物ってでんぷんとか、高本さん、なんか言うだけで泣くよ。言えば言うほど泣くよ。もう、はい、次。はい、次。今もう社会の問題いきます。はい、社会はできる。社会はできる。大丈夫ですね。はい、都道府県の面積で一番広いのは北海道、うん、では、2番目は余裕。私だったらこれ4位ぐらいまで言えるから、これ余裕、マジで余裕。でもこれだと思うんだよね。もう楽勝でしょ、これ楽勝。はい、せーの、長野。正解。長野はね、多分4番目ぐらい、多分。多分ね、3番目が福島とかなんですよ。圧倒的な正解ですよ。そう、ほら、社会は得意なんだって。社会っていうか地理だけどね。そう、地理も社会だから。こういう問題じゃない？こういうの。いきます。第4問目。じゃじゃん。黒潮は日本海流。では、親潮は何海流？
待って、ね黒潮は日本海ですよね。これいいのかな。では私ね、黒潮は、あの小学校の時に学級に名前がつくんですよ、うん、で私の学級名は黒潮だったんですよ。そうだ、はい、待って、海流の名前がもうあと1個これしか分かんないから多分これかな、うん、せーの、対馬海流。あれ何、対馬だっけ。対馬海流、あ、対馬海流って書いてある。どっちだっけ。正解、対馬か。やったー、漢字は分かんない。俺も漢字は分かんない。対馬海流ってあんの。あるよね。ついにしまった、うん、上か、あれは日本海側か。ほらほら、社会いいじゃん、社会。挽回するよ、挽回。リードされたね、初めて。すごいですね、うん、いいですか、うん、第4問、はい、でね、漢字で木が3つで森、うん、では車が3つで何と読むでしょうか。余裕余裕。これさ、一文字で何て読むか。そうそうそう、あの、なんとか、こう、あの、その振り仮名というか、あれ一文字ですよ。です振り仮名なし。振り仮名なし、はい、じゃこれいいのか。はい、せーの、とどろき。正解、うん、とどろくかなと思って、うん、いやー、今日接戦だね。接戦ですね。いや、私今日マジで真剣ですからね。本当に高橋さん、多分ね、これはね、真剣になるようなやつじゃないよ。私これ入試ぐらいのレベルでやってますからね。ま、めっちゃ高橋さん、漢字に自信があるんですか。あります。あの、漢字準2級漢検。それじゃあもうちょっとハンデありすぎるよね。だって、白丸さんのトップのやつばっかりやってるじゃん、社会とか、高校とか。それはもう寄りすぎよ。いや、でもあれ、炭水化物は酸素とかなんかやりましたじゃん。だって、もうそもそも俺、得意なの体育だけだから。はい、第6問目、はい、じゃじゃん、国民栄誉賞を初めて受賞したのは誰。待って、国民栄誉賞。はい、そうです。日本でってこと。どこで、逆にどこでだよ。あ、そうか、ノーベル化学賞とかじゃないか、日本か。え、待って、わかりました。うん、秒です。え、国民栄誉賞。うん、国民栄誉賞は知ってますよね。はい、結構いろんな方取られてるじゃないですか。うん、あの、羽生結弦君とか、うん、吉田沙保里さんとかも取ってますよね。うん、え、秒、秒でわかる。俺で、あの、全問題秒で書いてるからね。確かに。これまだどれも悩んでないもん。あの、正解不正解は別として。はい、せーの、王貞。黒澤明監督。正解。そうなんですか。そうです。ちょっとこれ佐藤さんに有利な問題じゃないですか。いや、でもスポーツ系じゃないから、はい、国民栄誉賞っていう、はい、日本の国民栄誉賞の人を知らないってない。え、じゃあ王さんでできたってことですか。そう、その賞は、うん、え、そうなんですね。はい、そうです。え、知らなかった。そうなんですか。はい、ですか。お、どうでよ。やってる、うん、いきます。で、大相撲の三役とは大関、関脇、あと一つ何。え、これはわかる、うん、はい、はい、せーの、小結び。正解、うん、おー、前回より全然簡単ね、うん、これはもう簡単よ、逆に言う。あと3問、はい、どうでよ。本当ですね、うん、めっちゃいい勝負ですか。うん、で、11月の旧暦を何という。待って、これはね、中学の時に全部覚えたよ、もちろん。ちょっと待って、俺はね、記憶にもない。待って、旧暦、え、なんで、11月の旧暦を何というか、はい、待って、これ合ってるかな。ちょっと待って、11月だよね。はい、いいですか。多分、せーの、神奈月。正解は下月。あー、そうだ。神奈月ってなんだっけ。あるない。え、下月か。下月です。両方アウトです。あー、記憶がもうない。これが旧暦なんだね。そうなんか渦木とか。あ、そうです。それが旧暦なんだね。さつきもそうか。さつきもそう。弥生とか。あ、それが旧暦なの。旧暦。俺なんでもう、ぽいやつ書いたけど、あ、これが旧暦か。勉強だったわ。でも神奈月って書いてたんで、あ、でも理解はしてるって思いました。でもそれしか思いつかないもん。そういうのしかね。そうですよ、うん。あと2問。2問です。うん、します。はい。英語か。はい。
でも佐藤さんと同じっていうのもちょっと嫌ですよ。ホッチキスは英語で何という？英語で、はい、ちょっとなんかどう難しくなりすぎじゃないですか。聞いた、これ一般常識か。俺聞いたことない。ホッチキスを英語で聞いたことない。私も。え、これでも聞いたことありますか？ちなみに消しゴムは分かりますよね。分かります。ちなみに消しゴムは何ですか？イルイサー。ホッチキス？ではホッチキスは聞いたことありそうですか？これこれにする。あると思いますね。え、あ、俺当たった？当たったかもしれへん。え、待って待って、なんか想像すれば分かんないよ、俺ホッチキス英語じゃないのか。違います。分かんない、分かんないけど俺正解したかも。え、分かんない。まあいつもそうだよ。分かんない。はい、せーの、スペンサーカッチン。いきますよ。正解はステンサー。あー、惜しい。惜しいっす。もう私ダメだ、出てこない。これはやばいっす。カッチン、元から来ました。カッチン、カッチン、お母さん、お父さんとお母さん何出んねん。俺惜しくない？惜しいっす、惜しいっす。え、でもちょっと違うじゃないですか。ステイプラ、ステイプラ、はい、まあ、スペイサー、なんかこれなんかね、まあ、感じが。イレイサー分かった。問題違うね、問題じゃないから。最終問題、わー、さっき取った方が勝ちだよ。そうですね、いきます。はい、日本最初のトンボは何？まるまるトンボです。もう私もトンボしか出てこない。トンボ、あ、トンボね、はい、もう分かんないからこれ。オッケー、はい、せーの、赤トンボ、オニヤンマ、ブブー、八丁トンボです。知らない。聞いたことで、聞いたことで。トンボで歌になってんの赤トンボですよ。夕焼け小焼けのって。でもなんか通称名赤トンボじゃなさそうや。赤いから赤トンボって言われてるだけで。確かに、確かに、分かんないですね。延長戦、さあ、これじゃあサドン、サドンです。多分どっちかが分かると思います。正解すると思います。もしかしたら簡単すぎるかもしれないです、いいですか。数の子は何の魚の卵？数の子、はい、これじゃないかな。いいですか、いいですか。え、待って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 。これちょっとすいません、簡単すぎました。ちょっと簡単すぎだよ。申し訳ないです。もうこう続いちゃうじゃん、サドンです。え、でも合ってるか分かんないよ。誰？私これ。俺は多分合ってると思う。合ってます？カズノコ食べますよね。食べます、食べます。え、知らない食べてるの？いや、あんま感、うん、多分これだと思う。思う。で出してみる？はい。せーの。ニシン。ニシン。すごい。これ知らなかったらマジで。分かった。マジ怖かった。これ分かんなかったよ。ねえ、もう多分お父さんとお母さんドキドキして見てると思うよ。あー、もう怖い。いやー、サドンです。あー、でもちょっと、あ、でもこれは一般常識か。完全に一般常識的なやつですよね。いや、よかったよ、逆にこれ分かんなかったらもう、もう私もう本当怖かった。実家の敷居畑ない。本当ですね。あやえ立ち入り禁止ってことか。学問ないもの入るるべかなっつって。いや、でも、いや、私昔アジの開きは、あのアジってアジの開きの形してると思ってましたし、なんかこうよくわかんないけど、そう思い込んじゃってることとかあるじゃないですか、うん、いいですか、はい、延長戦、はい、で世界三大料理といえばフランス料理、うん、中華料理、あと一つ何？フランス、中国、え、これじゃないかな。いや、違うかも。中華、ん、中華、フランス、なんでフランスと何？フランスと中華と、とあと一つ何？はい、あと一つです。いやだ、自信ありそう。ちょっと待って、なんだっけ。わかんないよ。でも俺これじゃうかって思うんだよね。いや、私もこれじゃないかなと思うんだけど、えー、怖い。オッケー。え、待って、違うかもしんない。いいですか、せーの、トルコ料理。正解だー。We are the champion. We are the champion. もうこの企画やめましょう、マジで。もう袴田チャンネルなのに私の株絶対上がんない。いやいや、袴田さん6問正解してるんで。そう、今日、ね、意外と正解できた。そうですね。前回やばかったからね。うん、ちょ
ちなんか勉強しようかな私久しぶりに高尾さんこれ勉強するようなことじゃないえそう何を勉強していいか分かんないですねこういうのって皆さんまた会いましょう最弱王決定戦一般常識問題シリーズー一番嫌いな企画ですそうだでも一般常識よあ、あれだね一番お父さんとお母さんが悲しむ企画だねはいいやなんかもう今自分に知識があると思えないもうあやふやな知識しかないです今元アナウンサーなのにいやアナウンサーが何でも知ってると思ったら大間違いですよということで、はい、今回はねトーナメント形式ですトーナメントはい、はい、いやこの企画、はい、視聴者の皆さんに、はい、先生と青空くんが出るのが、はい、すごい好評なんだよそうですね、うん、ちょっともう定着してきましたもんねそうやっぱこうだからやっぱりこのチャンネルは、はい、やっぱ4人で対決しなきゃいけないから、はい、俺と袴田さんの勝負だけだったらつまんないじゃん、はい、そうですねだからトーナメント制で、うん、今週は俺と袴田さんで負けた方が勝ち上がり、うんうんはい、で来週が先生と青空くんの一般常識クイズだって俺らにばっかり出すからお前ら知ってんだろうなっていうで私が間違えると知らないのみたいな感じですか、うん、お前らはあんだろうなっていうのの疑問もあるから、はい、で再来週に決勝戦で本当にバカは誰かっていう、はい、待ってでもこれ私危ない本当に怖いあのルールは簡単、はいうん、10問出して1問でも多く答えた人の方が勝ち勝ちですね、うん、はいで最後は同点の場合はサドンですサドンですはい、うん、っていうところで、ちょっとどうしよう本当に心の準備はいいですかいいよ第1問ででんかぼちゃの原産国はどこかぼちゃってどれ俺はもう2つに絞られてるけどここにするわいや私もう全然わかんないもういいやこれで絶対違うはい大丈夫ですか、うん、せーのでんアルゼンチンかっこペルフィリピンあそっちかなカンボジアあ全然違った全然あでも近いよあまあ確かにちょっと近いですね、うん、東南アジアだから、はい、ね、うん、そうなのカンボジアなんや勉強になるねはいいいですか、うん、2問、はい、第1問 CD って何の略 CD あれ昔オリックスにいた外国人選手じゃないよまあ、あれは DJ だけど全然違うじゃないですかJP もいますよJP パウエルじゃあまあいやもうこれ違うかもしれないいくよやばいどうしよう、まあ、せーのじゃんコンパクトディスクコードレスディスク正解コードレスディスクって何コードレスのディスクでコードついてるの逆にあんの逆にあんのコンパクトかなんて思いつかなかったんだもんいきます、はい、これは簡単です、うんででクレジットカードのクレジットとは本来の意味は何でしょうちょっと待って、なんだっけいや、わかんないなもういいや、私これでいいやはい、せーの、はい便利借り正解は信用あー、そうだ信用だそうだうわー、なんで俺、あー、もうすぐ合ってんじゃんなんで借りで合ってるんですかお金との借りだから信用ってことじゃんいい全然違います全然違います全然意味違いますブブーそれはないそれはないです い, い, いやなんで忘れちゃうんだろうですか、うんはい、スケートオーダーの卵の塩干し品を何という多分これだと思う、はい、え塩干し品って何もう私もわかんないはいせーのもうたらこカラスミ正解やったーやったーたらこが塩干し品なのやったーカラスミはボラだよボラだよ塩干ししてんのあれ塩干ししてるってこうなってんじゃないですかじゃあそのまま出したやつじゃなくてじゃあ第5問第5問電話を発明したのは誰いや誰だろうなこれあーってなると思いますなんで思い出せないんだろうねこういうの分かんないもうこれしか分かんないもう私ももう発明家の名前がこれしか出てこないいい、はい、せーのじゃんテレフォンあーブブー正解ベルあーベルだベルベルだうわーベルそう電話っぽい名前の人だと思ったんだだから俺テレフォンテレフォンあかん早く先行したいこれまずいないや第6問6問ダイヤモンドは何でできている、うんいや、俺これしかわかんないよ待って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 、なんかちょっと待ってよち
ょっとこれ語尾何語尾そんなのそんなのないっすよ、ヒントヒントもらうの多いって。いや俺これしか分かんないな。でも考えても分かんないからもうファーストインプレッションでいこう。せーのじゃん、炭素。炭素正解。やったー、すげー、すげー、すげー、よかった。第2、やばい、金持ちのことは知ってんだ。いただきます、はい、バイキンのバイ、これはどんな意味でしょう。バイキンのバイ、はい、バイキンのバイって漢字だっけ。バイ、いや分からんな。でもあれ、お医者さんですよね。私自身お医者さんじゃないんで。お家は、まあまあ、ね、お茶ね。いや、もうこれでいいや、うん、せーの、バイタル。梅。ブブー、正解は紙です。へー、なんでバイが紙なの。紙を示す感じ。へー、え、あと3問、あと3問、同点。ここでチャンスタイム到来です。ちゃ、これは簡単です。一番問題だったので絶対正解してください。いや、でね、世界で一番多い血液型は何。え、これじゃ、これは簡単です。一番、これじゃないの。はい、せーの、 B。 ブブー。え、 O です。 O なの。はい、そうなん。はい、O です。おい、あと2問、いや、ここで1個は正解しとかないと。これもうコメント欄荒れるよ、なんでこんなのも知らないんやって。いや、分かってます。これは、はい、まあ、お互い正解にして3-3で15問までいきたいので、また簡単な問題です。もうやだ、簡単なやつほどできないよ。これまでの日本の歴史上、うん、一番長かった年号は何。年号か、年号の中で、うん、一番長かった、一番長かった年号です。私多分これだと思う。ですか。はい、せーの、昭和。正解。ああ、そうだよね、よかった。俺、江戸じゃないよねと思ってて。でも江戸とかなんとかいっぱいあるけどね、変わってるもんね。変わるので、さあ、いよいよ10問目です。決着をつけるためにもサドンですよね、こっからは、はい、難しい問題です。オッケー。でね、ラガービールのラガーはもともと英語でどういう意味。これはよく考えたら分かるかもしれない。分かる、考えたら分かる。ラガーっぽいとかで言うやん。待て、考えたい。ちなみにラグビーではないです。うん、ね、ラガーマンの、それは全く関係ないということだけは言うときます。それすら出てこなかった。さあ、ラガ、漢字2文字ですね。あ、漢字2文字なの。漢字2文字で書いてもいいですし、ひらがなで書いてもいいですし、漢字で表記すると漢字2文字です。ヒントです。え、漢字2文字なんだ。ラガーの意味が分かんない。やっぱこれ、やっぱ最初に書いてあったにしよう。分かんない、絶対違う、はい、せーの、加熱。美味。ブブブー、正解は貯蔵。へー、あ、そうなんだ、はい、なんかラガーじゃないのが生だから加熱なのかなと。あ、でもビールって加熱するかなと思いながら。サボンです、はい、全然わからなかった。世界で最も面積が大きな湖はどこ。面積が大きい湖、はい、はい、湖だもんね。ちょっとね、もう世界の湖の名前が出てこないっていう。2個思いついてる。全然私もこれだけ、もういいや、これでいいや、もう分かんないから。しかもこれが湖かもちょっと分かんない、はい、せーの、カスピ海。琵琶湖。正解。やったこれじゃあ決勝進出ですね。決勝進出、おめでとうございます。ありがとうございます。仕方ない、まあ、でもまだ負けてないからね。そう、今回は佐藤さんが決めたルールで罰ゲームは繰り越しなんで、そうだね、はい、ということでじゃあ決勝進出、佐々木です。お母さん泣いてないよね。先週見ていただきました。はい、あれの続きになってます。さあ、先週の時点で、はい、もう向こうのからで上がってきてるんです、袴田さん、はい、どうですか。どこ
もう決勝進出者が決まったんですよ。佐々木さんね。そうなんですよ。一般常識を誰が一番知らないか決定戦だから。そうです。ね。まあ、今俺が勝ち上がってるからね。ルールは簡単。10問中どちらが多く正解するか一般常識です。よし。ということでじゃあいきます。一般常識。はい。最弱王決定戦。はい。1回戦第2試合。レディーゴー。第1問。2024年に20年ぶりにお札が新札されることになりますね。そうなの。新しい1万円札に描かれる人は全然知らない。嘘やろ。有名なんですか。有名でしょ。おもろいね、これ。早く書いてよ。ちょっと待ってください。いやもう分からんからもうこれ書くしかない。捨てます、1問目はね。1問目は捨てる、はい、1問目から長すぎんだよ。せーの、ダン橋本聖子。王さん。正解は渋沢栄一です。あー知ってる。次お願いします。今お前あの大河ドラマでもやってるじゃん。あ、聖剣をつけ、うん、あー栄一ね。栄一ね。渋沢栄一やってる。第2問。国の面積一番大きい国はロシアですが、2番目に面積の大きい国はどこ。はい、そこかな。うわでもどっちかだな。一切、はい、せーの、アメリカ。中国。正解はカナダでーす。そうなんだ。やってない。絶対これ私たちが答えてる問題簡単ですよね。全然簡単。簡単ですよ、ね。はい、日本史には時代ってありますよね。縄文時代、弥生時代と、はい、では平安時代の次は何時代だったり。そういうのもダメ。でもこれに関しては本当に一般常識ですよね。これやばいよな、ミスター、うん、これは知ってる時代書いたら当たる可能性は高い。ひらがなでいいですか。ひらがなで大丈夫。じゃあいいですか。はい、せーの。あー室町、正解は鎌倉さん。よっしゃたぶんね、これ間違えたらやばかった。俺もうヒヤヒヤよ。第4問。オリンピックなどで行われる陸上競技種目、短距離走に分類されるのは最大何メートルまでの距離でしょう。でも2択ですもんね、これに関しては。楽勝だよな。でも私はどう答えたらいいかが。はいはい、せーの、はい、じゃん。400。正解は400m。 はい、ありがとうございます。あざっす、あざっす。よっ。もうほんまに俺アホさがバレるわ。いや。じゃあすごい、これは結構簡単です。第5問。東北四大祭りの一つで仙台市で行われる祭りは何でしょう。しゃ、ありがとうございます。わかる。うん、俺知らんわ。え、あ、いや、うん、郷土の祇園しか知らんて。俺は関西人だから。あ、ほんですか、うん、じゃああれしかないですね。お、行きました。はい、せーの、じゃん、ねぶた祭り。ねぶた祭り。穴ぼた祭りやん。穴ぼた祭り、これしかしない。ねぶたは青森でしょ。おっしー、穴ぼたでしょ。ごめんなさい。さあ、第6問。リオデジャネイロオリンピックで、はい、ちょっと会場を沸かせた当時首相の安倍首相が登場したアベマリオ、うん、マリオの双子の弟の名前は何でしょう。分かった。これは分かった。これは分かる。分かった。いや、俺はそのマリオのゲームで一人しか知らない。これは多分なんかゲームがやってなくても知ってる可能性が高い。これありがとうございます。せーの、じゃん、ルイージ。ルイージ正解。よっしゃあら、先生リーチ、ありがとうございます。あと1回正解したら、はい、勝ち。はい、第7問。はい、日本最南端の島はどこでしょう。沖縄なんですよ。そうそう、だからね、南のとこ知ってるかなと思って。全然わかんないです。マジでお願い、頼む、ここでやってくれ。いきますよ、せーの、ダン。久米島なわけないやん。でもこれは2人ともブー。よっしゃ、よっしゃ。でもこれ東京か、南鳥島は。沖ノ鳥島。
沖ノ鳥島な、まあ、まだあるよ。まあ先生はまず1回正解したらもう終わりだけどね。はい、出す。でも間違えたらまだ青空君のチャンスがある。なんか面白いよね、東海オンエアさんから来るんちゃう。わ、東海オンエアだ、うん、こういうのしてるやん。クイズだけチャンネルのあの2人ちょっとよこせ。絶対ないよ。はいはいはい、はいはい、いきます。ことわざクイズ。小さな投資で大きな利益を得ることを何というでしょう、ことわざで。あ、私分かったかも。なんてなんて、今聞いた？違うっぽい。わかった。ダメだ。はい。せーの、じゃん。漁夫の利。漁夫の利。いや、二人とも違いますね。あ、違うんですか？あれ、違う？正解は、エビで鯛を釣るです。コスパ悪いね。逆にコスパいいやん。コスパはいいね。コスパはいいね。コスパいいやん。小さい投資でもいい。そうですね。コスパいいやん、ね。つい僕正解しないともうアウトなんですね。そうだね。じゃあもう激簡単な問題。はい。第9問。日本三大都市といえばどこ？わかった。うん、これしかないかなっていうとこですね。これ俺ひどいな本当に。マジ常識ない。やばい。いいですか？はい、OK です。せーの。じゃん。東京、名古屋、福岡。福岡。東京。正解は青森くん。うわ。これしかないかなっていうところですね。じゃん。東京、名古屋、福岡。京都の祇園しか知らんて、俺は。関西人だから。関西人だから。関西人だから。大阪いねえのはないわ。これの一番間違いやすいのは、東京、大阪、福岡で、あ、名古屋なんだが、一番間違いやすいのに、大阪いねえ。今3対2ですもんね。3対2。最初問題、はい、最初問題でで、過去日本のお札で肖像画として登場した人物、建物、書けるだけ書け。ちなみに間違った人を書いた場合はマイナス1ポイントになります。ひらがなでもいいですか？ひらがなでもいいです。はい、青空くんペン動いてないじゃん。お札全然わかんないです。嘘やろ。キャッシュレスなんですよ。なんや、嘘やろ。これ P やもんな。いや、キャッシュレスだから。おっしゃ、2、4、6、8、8問。嘘。はいっす。もう圧倒的勝利で俺は勝つ。もうしょうがない、これはもういいです。いいですか？はい、俺もやっぱ10人は言えるな。あ、すごい。そうなんですか、うん、じゃあ行きましょう、はい、せーの。福沢諭吉、野口英世、樋口一葉、羅生門、清水寺、夏目漱石、首里城、志賀清。ちょっと待って、ちょっと待って、僕も建物で首里城を入れました。ありがとうございます。で、首里城も OK ですよね。首里城に2000円札なんで。2000円札は首里門でしょ。羅生門じゃないですか。首里門。え、首里城じゃないんですか？じゃあ、初めて知りました。青空君は2点。志賀清も多分ないですよね。うんうん、やってる。え、だってさ、清水寺もないの。清水寺とか、清水寺、羅生門、志賀清、首里城ないからマイナス4点。だからもう、先生は0点だよ。っていうことは青田君の勝ちだよ。えぇ、そんなことある。え、先生、なんでその確信のないこと書いたの、いっぱい。え、だって、青田君正解3か。正解3の間違い1だから、あ、2？ プラス2。福沢の座は違うくないですか？それでも、それでも。いいですね。お前、昔は分からん。負けですね。決勝、決勝。よしよしよし。あれー、最悪を決定戦ファイナル。先週やらかして決勝進出ですか。爪の甘さが出た試合だったかなと。今先生が相手ということでね、安心してできますよ。渋沢栄一知らなかったんで。でも時代はキャッシュレスですから、お札なんか持たないんですよ。もうバカもピーなんですよ。そうだ、じゃあクレジットカードのクレジットの意味は信用。
じゃあ決勝戦、はい、よろしくお願いします。これ負けた方が罰ゲームね。今回のルールもね、簡単、はいはい、10問出してより多くの正解を出した方が勝ちです。一般常識問題、はい、ファイナルシリーズスタート。第1問、寿司は何県の市でしょう。あ、もう余裕そうだな。これ簡単ですもん。なんかバカにされてる気がしましたね。ちょっと待って、ん、え、1問目からリーダー危ない。えっ、あ、俺2社2個1で分かんない。いやだって、うん、何、2個選択肢っていうか間違いやすいやつを出しましたから。はい、 OK、 OK、 うん、せーの、三重。三重。正解。おお、危ねえ。滋賀行ってたわ。そう大津だったわ。そう、うん、滋賀行ってたわ、一瞬。第二問、うん、日本三景といえば天の橋立てと、あと二つは何。これは何、二個正解しないと0点なの。はい、そりゃそうですね。一個一個で2点つくとかじゃないの。二個で正解。そうですね、はい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 。もう、ことさん、自信のまま。うん、一個は 100% だけど、もう一個はこういう名前だったんちゃうかっていう、うん、絵は浮かってんだけど、うん、景色がいいってことですよね。そうそうそう、日本三景。あ、なるほどね。ここね、おすすめなんですよ、一、うん、つ。だからぜひ、うん、行ってみてください。これおすすめなんです。はい、せーの、はい、じゃん。仙台夜景と琵琶湖テラス。これぜひ、あのインスタ映えなんで行ってみてください。琵琶湖テラス。あ、そうなの、うん、これ滋賀県の、はい、三保の松原と松島。あー、正解は、あ、佐藤さん、松島合ってます、うん、秋の宮島、厳島神社です。三保の松原じゃないんですか。違います。あ、松島屋、あ、松島屋、松島屋、あの松島ですね。で、俺1点でしょ、俺。いや、0点です。じゃあ、簡単な問題いきます。茨城県の県庁所在地は。俺、正午ちゃうで。めちゃくちゃ厳しい。もう僕の一般常識はそのレベルです。はい、せーの、水戸。水戸。正解。俺もうそれは簡単です。もう舐めすぎやろ。それだって私が最初ツって出したじゃん。うん、最弱王にしては失礼やぞな。失礼ですよ、これぐらいは。嫉妬でも。第4問、今年の夏の甲子園第何回大会でしょう。これ分かるか。難しいな。はい、はい、せーの、103回。103回。正解。それはもう簡単やろ。バカにしすぎやろ。これでも、うん、僕とサスさんが5問以上正解したら出す方に問題があるんで、そっちが罰ゲームで。あ、そうやな、それもあるね。え、そしたらめちゃくちゃ難しい問題しますよ。そうですね、うん、別にそれが一般常識なんだからね。やはい、何ですか。問題です。うん、こちら、うん、正式名称は何でしょう。一般常識ちゃうわ。ん、はい、リーダー。はい、はい、せーの、波。波語。正解は波ダッシュです。惜しい。でもまあ合ってるよ。合ってるんじゃないですか。いやいやいや、それは波ダッシュでも違います。これじゃあ難しい問題出していいですか。うんうん、いいよいいよ。アニメのサザエさんの夫マスオさんが卒業した大学は。日本にあるの。日本にあります。実在するんじゃなかったですか。そうだったんだ。みたいですね。はい、はい、知らなかった。いいですか。はい、せーの、早稲田。早稲田。正解です。うん、普通ですね。常識やもん。常識っすね。すげえ。一般、そう、常識でしょ。常識です。逆に早稲田以外どこだ。はい、行きます。はい、第7問。はい、一人ぼっちのぼっちの意味は何でしょう。そんな思ったこともないな。一人ぼっち、私は今、へーって思った。一人ぼっち、僕は多分ね、わかるかも。はい、大丈夫ですか。はい、せーの、子供。正解はお坊さんです。子供がなんか家で待ってるからってところかなと思って。お坊さんなの。お坊さんらしい。俺一人ぼっちやから一人で孤独なんかと思った。第8問、うん、12月の誕生石は何でしょう。そんなん知らんよ。自分の月の誕生石知ってます。自分の月は知ってるよ。え、そういう話ですか。そうそう、誕生石。え、あ、弥生とかじゃなくて誕生石、石。石、石。わかんない。これわからんわ、全然。でも書いてみて当たるかもしれんからな。いい、待ってください、ね、書いた。え、これ、あ、ヒントとかいらないですね。いらない、いらないです。せーの、オパール。水晶。ブブー。よっしゃ。で、
へぇ、なんかあんまり宝石感がないの、12月だけ。第9問、うん、コンパとは何の略でしょう。まあ、詐欺書いてプレッシャーかけさせていただきます。はい、これは今英語で、英語です。英語、英語で書かなかったんですか。英語で書かなかったんですか。あ、英語じゃなくていい、じゃなくていいんでしょ。あー、オッケーさんです。じゃあ合ってます。英語な、はい。でもドイツ語とかフランス語とかにも直せるらしいですけど、これは英語の方が主流なので。え、何の略じゃなくて意味でしたっけ。もう一回問題言ってもらっていいですか。それによって語源、語源か。ちょっとじゃあ俺全然言ったことないけど、語源やもんね。何かをこう縮めたことがある。俺正解したかも。お、じゃあこれしかない。はい、せーの、コンパクトパーティー。コンパニオン。ブブー、カンパニー。カンパニー、会社か。会社。コンパクトパーティー。コンパクトパーティーよ。でもそんな感じします。ぽいよ。ぽいぽいぽい。じゃあ全部一緒、うん、いいですか。はい、第10問、うん、徳川家15代将軍います、うん、書けるだけ書きなさい。あれ、マイナスあります。マイナスもあります。俺知らねえよ、そんなあれは。あの、間違えたらマイナス。あぶね、橋渡らん方がいいですもんね、勝ちに行くには。そうだね、下の名前だけで大丈夫。そうですね、そうですね。まさかの徳川家はちゃうやんけ、最後には。だって習うじゃん。これぐらいにしようかな。あんまり無理に分からないのに書き続けてもマイナスになるから、ここら辺でやめとこう。先生、大丈夫？ OK です。でも、もうこれしか知らないし、これ以上出たら危ない橋を渡るので、もうこれでいきます。で、これでさっさに負けたら知らないです、うん、はい、どっちからか言います。じゃあ、そうだ、一気にいきます。じゃあ、先生から。うん、じゃあ先生から。じゃあ先生から。じゃん。家康、家光、義宗、義経、綱吉。義経はいません。ということは3問4つです。3点でしょ、だって1個間違えてるから、はい、じゃあ俺いくよ、はい、家康、家光、義宗、うん、綱吉。おお、勝利あまり見ろね、うん、家貞、家貞います、うん、義信、はい、最後だ。家持ちいます。で、俺義経で間違ったから、義経がいたんです。7問中、はい、6問だから5問正解だね。佐藤さんの勝ち。イエーイ、イエーイ、イエーイ。最着。あー、最悪。これじゃあ先生罰ゲーム。またかよ。一応答えで15代全員どうしといて。あ、そうですね、うん、はい。打席で急に体操をしたくなる里崎智也。何すんだよ。お母さんも笑ってる。ここ我慢しなきゃいけない。バッター、里崎。佐藤崎、出て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 佐藤崎。意味が早い、もうずっと出てきた時から待ってんの。完全に終わった。 OK、 最高。本当にやり返します。なんか食べ物が置いてありますよ。はい、あのエビ大判焼きです。あ、今日食べるだけの回ですかね。もう声でやめませんか。もうなんかもう全部私が食らうんですよ今まで。いや、今日はね、だ僕と袴田さんでやってるじゃん、はい、だからちょっと力の差が出すぎてるから、今日はスタッフも入れます。4人、はい、4人で山手線ゲーム。ここの東西的な、はい。4人になったら負ける確率下がりますね、うん、それで、はい、あの負けた人が1位が3回振って、はい、2位が2回、はい、3位1回振って4位の人がそれを食べるっていうのを3番勝負します。はい、あれ山手線ゲームででも1位とか2位とかになってる。だから、負けた人の左から1位ですね。なるんですね。ああ、なるほど。ギリギリまでいってるからね、はい、1位2位3位です、はい、だからもし俺が負けたら
あの袴田さん3位、1位、2位、3位、はい、っていう。でそれで3問やって、はい、スタッフも含めて負けたら食べます、はい、ちなみに良い子の皆さんは絶対に真似をしないでください。そうですよ、はい、特殊な訓練を受けた僕たちだからできる技です。はい、はい、そうです。あの胃の訓練してますから。あ、だからじゃあ4回しよう。だ1人1つテーマ好きなの。あ、だもうそれ、あ、知らないダメよ、知らないダメ、はい、あ、一回練習する。練習、うん、いらないですか。だから古今東西だよね。はい、じゃ練習しよう。じゃとりあえずじゃあさ、はい、古今東西、うん、イエーイ、山手線ゲーム、イエーイ、イエーイ、はい、じゃあ赤い食べ物、はい、じゃあ俺からね、はい、リズムに合わせてよ、トントン見ないでください、うんうん、せーの、いちご、りんご、アセロラ、トマト、赤パプリカ、タバスコ、アウトー、っていうのが負け、負けと、はい、早くない？でも私は牛肉とかね。あー、赤味噌とか。赤いじゃん、あと赤味噌とか、はい、じゃあ自分先、じゃあ決めていいよ、好きなの。じゃあそれお題、うん、いいですか、うん、はい、じゃあ山手線ゲーム、イエーイ。テーマは都道府県、はい、都道府県、オーケーよ。数に限りがあるからね。あるからね、そう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 、オーケー。言ってない、で言ってたら誰かが言ってるって、うん、言ってるの、はい、2回言ったらアウトよ、はい、うん、はい、せーの、北海道、岩手県、秋田県、山形県、東京、福井県、神奈川県、福島県、岡山県、兵庫県、埼玉県、広島県、沖縄県、徳島県、千葉県、静岡県、福岡県、愛媛県、香川県、徳島県、言いました、言いました、言いました、言った、言いました、言いました、まだ全然出てきたのに早っ、怖いっすね、嘘まだ九州全然言ってないよ。俺まだ続くと思ってたのに、はい、全然、うん、全然まだ、だって奈良とか京都とか和歌山とか三重とか、はい、愛知、宮崎、鹿児島、うん、新潟、うん、青森、全然言ってない、石川、うん、佐賀とか全然言ってないんですよ。それは俺らが言いたいよな、はい、じゃあ俺が1位だね、はい、1位、2位、3位だから、まずは3回俺が1、2、3、はい、2回ですね、うんうん、はあ、え、同じとこにかけるってことですよね、うん、お、はい、2です。振ったのは2、見ました、今振ったのは2だ、振ったのは2、もう先生とくじ聞かない。1回、はい、はい、どうぞ。あ、もう食べるんですか。うん、美味しいよ。で、パスタとかにかけるじゃんね、かけますよ。たかが6滴よ。こんな食べたら太っちゃう。辛い一口一口、特殊な訓練を受けてるから絶対真似しないでください。辛い、辛い、あ、辛いが後から来る。じゃあ第2回戦、じゃあ、はあ、いや、まずお題言って、何ですか。あ、山手線ゲーム、うん、イエーイ。テーマは観光名所。観光名所ね。観光名所、うん、行くよ。じゃあ行きます、はい、せーの、清水寺、琵琶湖、日本の松原、首里城、浅草寺、東大寺、松島、出てこないっす。あるやん、東京タワーとか、はい、スカイツリーとか、厳島神社とか、あとディズニーランドとかでもいいよ、うん、あと富士山、はい、あと阿蘇山とか、はい、難しく感じて、道後温泉とかね、そうそう、水上温泉とか、ってことは私が1位。あ、そうだね。アザラ君は優しいからちょっと優しくしといてあげよう。3回かけていいんだよね、うん。
今の1回目え、今ドドドン言ったよ今いや違う、1回目ようとして出てこなかったいや出てこなかったらもうそれは1回なのえ、なんで優しいんですかそんないや私も優しい今違う、いやびっくりしたのドドドドンってやったからこれ2回、うん、はい、3回おい、めっちゃ出たぞめっちゃ出たぞ2回はい1回ですね。ちょっと仲間には優しいんだよな。いただきます。大丈夫です。大丈夫大丈夫。大丈夫です意外と。あ、サンドにして。サンドサンドサンドにして。あ、これ食べるとこ大丈夫ですか？まあ大丈夫でしょ。あ、一気に。そんな？あ、あとまでずっとヒリヒリ残るからこれ。早いもん観光名所とかめっちゃあるやんダメっすわ、だって名古屋城とか姫路城とかね、あと皇居とかでもいいしね、めっちゃあったやん。じゃあ高川さん次でいいですよ。え、私テーマどうしようかな。じゃあ、ま、負けたいな。負けたいですね、うん、山手線の名前で言っています。知らない知らない。あ、そこ全然知らないんだけど。知らなすぎる。僕はいけるかもしれないです。じゃあいいよ。いや、まあ、ハンデでいいっすよ。じゃあ、やります。オッケー、行ってみますか。いいっすいいっす。怖いな。行ってみますか、はい、じゃあ行きますよ。何からなって思うんですよ。山手線ゲーム、イエーイ。山手線の駅名、はい、東京、池袋、品川、新宿、渋谷。品川マッチョだよ。早い。待って待って。辛さしか頭にない。ちょっとかわいそうやつ。もう一回やってあげる？もう一回やってみる。早すぎるもん。じゃあ今言ったのもう一回 OK で。もう一回だからもう一回もう一回同じような。もう一回取り直そう。じゃあいきます、はい、山手線ゲーム、イエーイ。山手線の駅名、うん、東京、品川、池袋、新宿、渋谷、大崎、新大久保、目黒、恵比寿、鶯谷、巣鴨、五反田、西日暮里、新宿、イエーイ。あるじゃん、上野、秋葉原、有楽町、神田、新橋、浜松町、高輪ゲートウェイ。あ、じゃあ、1位、3滴、じゃあもうあと佐々木さんだけじゃないですか。2、3、2個。で私が2回、うん、高川さんが鬼なのよ。高川さんが鬼なのよね。いやでも私の1回で出てますよ。はい先生。わあ美味しそう。わあ美味しそう。いただきます。俺もパスタとかでタバスコめっちゃかけるからね。私も結構好き、うんうん、ピザとかね、うん、でもこのまま食べるとすごい辛いよ。全然です全然です。辛いの強いんですよ。へぇ、そうなの。あ、ほら俺も食べたいな。え、ちょっと佐藤さんが苦手なやつないのかな。高間さん、はい、知ってる。何、次俺が考えるからで。そうなんですよ。え、じゃんこれはもう1位のハンデとして今のところ1位のハンデハンデって何よ。いや、これは里崎チャンネルのスタッフとアシスタントからのもうお願いですよ。いや、ここはもう袴田チャンネルだからね。俺お客さんだからね。あ、だから袴田チャンネルの権限として、じゃあ私がもう一回考えます。ダメダメ、俺だから順番だから。OK、いいよ。なんだろう、怖い。もうぶっこんですぐ終わらすから。ぶっこんで行くよ。はい、山手線ゲーム、イエーイ。テーマは道具を使うスポーツ、野球、テニス、ラクロス、バレーボール、ラグビー、バドミントン、バスケ
ボール。アメリカンフットボール。ビーチバレー。ボーリング。卓球。セバタクロー。ピンポン。よっしゃ、よっしゃ。勝ったわー！イエーイ！出てこなかったもん。あるじゃん、他にもポロとか。ポロ？うん、ゴルフとか。ゴルフ言わないっけ、うん、あ、ゴルフ言ってなかったっけ、うん、ゴルフでしょ、ポロでしょ。ポロって何？あの、馬に乗ってポロ。これポロあるじゃん、ラルフローレンの。あ、うん、あ、あれ、競技の名前なんですか。うん、そう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 、そう。あー、アーチェリーとか。ボーリングね、アーチェリー。ボーリング言いましたもんね。うん、あとあの、あれ、あ、これ何？アイスホッケー。フェンシング。フェンシング、水球。あとは釣りね、フィッシングスポーツ。もう袴田チャンネル、この木曜日やめませんか。嘘や、嘘や。もうちょっともう自分のチャンネルですけど、もうなんか負けてしかないもん。チーターですか。もう俺だピンポンだって。映画だったじゃないですか、ピンポン。強くやりすぎです。ちっちゃいのでいいってことですかね。じゃあ先生、やつですね。先生もういっぱいかけたら口きかないからね。もっと優しいスタッフたちはいないんですか。良い子の皆さんは絶対真似しないでください。さよなら。最弱を決定戦。最強佐々木です。結構負けてるんですよ今回はね、はい、ちょっと俺がやっぱり勝ちすぎてるっていうクレームがすごくて、はいはい、何やっても負けないじゃんみたいなっていうので、もう今回は袴田さんが絶対勝てるようにもう聞きお茶です。あ、確かに聞きお茶だけは勝ってるんですよね。勝ったじゃないですか、はい、だからそう、今日はこの聞きお茶をまたいつものメンバー4人で、はい、最弱王決定戦トーナメントで勝ち抜けで負けた人が罰ゲームです。はい、わかりました。で、まあ、今のところね、最弱王は全部先生が負けてます。で、今回のルールは、はい、この4本しかないんで、はい、この4つを聞きます。はい、で、ちょっとずつ飲んでいって、一番最初に飲んだの何ってこう2番目、3番目、4番目で書いて出して、はい、正答率が高い人から抜けです。はい、で、トーナメントです、はい、今回は4人じゃなくて、はい、だからトーナメント決めします。はい、せーの、グッドパグッドパ。私、お茶の国静岡育ちだから、うん。あ、最弱王さんどうぞ、最弱王さん。お呼びでしょうか。弱いな。いやー、弱い。俺1回戦からもうシードやん、もう。うわー。これ、信用しなくていいんですね。信なし。なし。信じるのは、下の上のみ。まず全部開けちゃいますね、ちょっとさ。下の上のみって何や。拾ってくれてありがとうございます。うん、オッケー。目隠し外したらダメですよ。外したらもう、もうオッケーオッケー。もう分かった。覚えてください。もう分かった、俺は。はい、二つ目。二つ目。うん。うん、オッケー。わかりました。覚えました？うん。はいはいはい。オッケー。はい、次ラストです。じゃあラストです。はい、ということでこれで試飲終了です。はい、あれはぬるいから分かりにくい。言い訳がすごいんだよ。これ買っちゃっていいんすか、僕ほんまに。ん、先生分かりました。楽勝っすよ、だって僕お茶マイスターの資格持ってるんですよ。え、本当に。はい、お茶ソムリエです。本当。はい、冗談じゃなくて。冗談に決まったじゃないですか。先生の言うことは9割嘘なんだ。8です。せーの、じゃん。おい、お茶、やったか。イエモン。上もってことですか。イエモンね、イエモン。え、まじ、一緒ですよ、回答全問。一緒っすよ。2人が全問正解だったら、はい、もう俺らは勝ち抜けてるからね。決勝です。が決勝ってことで。いやいやいや。だって、そうどうぞ。どうぞ。一杯目は一杯目なんですか。一杯目、こちらになります。うん、どうも、ありがとうございます。2杯目は何は？こちらです。どう？
おーいよちゃん、うん、で、3番目イエモン、うん、4番目がソウジエムイちゃん、あれ、ひとみが役でしたね。おもうじゃあ引き分けはじゃんけんだね。そうですね、じゃんけんします。お皆さん、どっちのギャグが見たいですか。いいっすか、うん、いきますよ、せーの、最初はグー。びっくりした、せーのなんか初めて聞いた俺。なんでやねん。いきます、はい、最初はグー、ジャッキー、フッ、最初はグー、ジャッキー、フッ、よっしゃーよっしゃーよっしゃー、最弱を追い続けー、じゃあねー。すごっ、何も見えへん、うん、OK、 はい、さあ、ということでもう一度試合目です。はい、あでもこれ難しいですね。うん、はい、 OK、 はい、わ、はい、かりました。うわ、二択、四択ですけど。二択ですよ。じゃあ二択、もうこれは今むずいっすね。二択、マジで二択。んー、どっちだ、決めた、はい、じゃあいいですか、はい、はい、じゃあ負けて大丈夫ですか。あ、負けていいですよ、はい、私結構自信あります、これ。そうなの、うん、最後の、最後がどっちがどっちか分かんない。お願いします。はい、はい、せーの、じゃん、じゃん、4と1だけ一緒だ。そうだ、うん、2、3が違う、2、3違います。それでは発表します、はい、1杯目ソウゲミちゃん、イエーイ、難しかったですね、2、3が、2、3、そうだね、2、3難しかったですね。はい、2杯目、いやでも私、3、4が結構難しかった。あ、本当ですか。うん、多分2杯目あやたが、おーはい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 、あーはい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 、もう、はい、はい、3杯目おーいお茶、やったえ、ってことはってことは4杯目イエモン、これ僕の勝ちですね。嘘。え？ありがとうございます。私お茶の国静岡育ちだから。うん、私お茶の国静岡育ちだから。Ladies and gentlemen, our corner 初めての最弱王が友谷里崎。負けませんから。私。赤コーナー。静岡の割にはお茶に弱い、あやえ袴田。今日は勝つ。だって予選一番当たってないから。確かに。本当。だって試飲してないから。いやー、まずま負けられない。まあ初級は変化から入らせていただきますわ。お願いします。はい、変化球いきます。です。うん、入ってる？あ、なんか軽い。少なくしてくれたのか。どうですか、うん、2つ目、飲めば飲むほど不安になるよね。うん、わかんない。でもあれにしよう、あれに。次はインコースの直球。結構いるな。お腹いっぱいになる。まさに行きます。はい、ありがとうございます。大丈夫でしょうか、うん、はい、じゃあ4杯目。あ、これは分かった。佐々木さん、様子がどっちもおかしいです、ね、これは。いや、最後の味の予想が違ったんだよね。 OK、 目外していいですか。はい、はい、どうぞ。 1,2 が分かんない。よし、これや。いいですか。私ね、1と2が逆な気もするんだよな。俺もちょっと 1,2 が難しい。難しいですよね。ここが一番迷いどころだと思います。まだ 1,2 がどこっちでいいかな。 OK ですか、うん、まあいいや、うん、いいですか。心の準備できましたか。はい、はい、せーの、じゃん。あやたか、イエモン、ソウケンビチャ、オーヨーチャ。はい、イエモン、
大与茶、総研美茶、綾鷹、うん、分かれましたね。1から違う。じゃあ3は3何 ?3 番目、うん、どーん、これは分かりますよ。これは分かる。じゃあもう一番上からいく。じゃあもうそうですね、うん、じゃあ一番上から、1番目いきますか、はい、1番目はルルルルルルルドーン、はい、まだ分かんない、まだ分かんない、まだ分かんない。どっちがいいですか。じゃあ2番いったれ、リリ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 リン、ドーン、イエモン、よし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 、全問正解、全問正解、全問正解、最弱王はあやえ袴田だ。私、負けませんので。はい、罰ゲーム。何やろう。じゃあ一発ギャグやります。社会人、社会人に大事なことは皆さん、ほうれん草ですよね。知ってますよね。はい、報告連絡相談ですね。そうでしょうか。え、報告連絡送検。